さやかにやまの SNS 恋愛相談所。どうも主催のさやかにやまです。そして今日のゲストはぼる塾です。ごめんね、ほんまに。主催から始めないでくださいよ。なんか万劇の仲いい後輩とか、はい、気が気楽やねんけど、はい、東京の人とかにこれゲスト来るときなんかめっちゃ申し訳ない恥ずかしいよ、こんなことやってる。でも私たちも恋バナ好きですよ。ほんま、はい、3人で用すんの？実体験が私たち3人ともあんまりないんで、数少ないんで、ほんと妄想になっちゃうんですけど。妄想してんの3人、はい、あの田辺さんがカトゥーンの亀梨くん20年間ファンで大好きなんですけど、もしその亀梨くんが私と結婚してしまったら、ぼる塾はどうなるのかとか、それをずっと喋って、はい、いや恋バナでもなんでもない恋じゃない。恋バナ。恋大好きやな、そういう話。はい、そういう大好きです。ちょっと今日からなんか変わったみたいで、やるか、はい、僕も今聞いたんですけど、はい、これが脈ありなのかなしなのか、これどうですかっていうのがいっぱい来てるらしくて、楽しいですね。はい、これ脈ありなのか脈なしなのか、僕項目10個言うんで、はい、それをせーので、はい、みんなで、はい、せーのと僕が言ったらありかなしか言ってもらって、はいはい、全部終わったらちょっとなんでですかと聞いていくという。宮川さんも答えるんですか？僕も答えます。気になる、はい、気になります。じゃあそれでは行きたいと思います、はい、まず一つ目、 DM が1ヶ月続いている。うわ、まあ、毎日ということなんですかね。これが脈ありなのか、はい、脈なしなのか。せーの、あり。なし。あり。あり。あり。なし。あ、なし。一人だけ。あら、じゃあそれでは二つ目いきます。おはよう、おやすみの LINE を送ってくる。はい、決まりました。はい、せーの、あり。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 あ、じゃあフォローの全員あり。次がインスタのストーリーに毎回コメントをくれる。うわ、うわ、はい、いきます。せーの、あり。なし。なし。あり。あり。あー、そうなんだ、はい、だいぶ田辺さん臆病じゃあ次4つ目、告白して振られたのにドライブや飲みに誘ってくる。だから女の子側から告白して多分振られたんですけど、その後もドライブとか飲みに誘ってくる。これが脈ありなのかなしなのか。せーの、あり。なし。なし。あり。あり。ポジティブじゃないですか。こっちの方がポジティブで、こっちがネガティブで、なんかね、はい、いつも乗る電車で毎回目が合う。はぁ、目が合う、どういうか、いいシチュエーション。いきます。はい、せーの、あり。あり。あり。おぉ、揃った。これいいですね。じゃあ次6個目、他の異性には名字で呼ぶのに私だけ名前で呼んでくる。それはもう、いきます。はい、せーの、なし。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 あり。ああ、はるちゃんがずっとありです、ね、はい、7個目ですね、はい、LINE の会話がずっと続くけど実際に会うと話さない。おお、うん、せーの、なり。なし。なし。あり。あ、あ、初めてなし。そうか、はい、OK です。これ分かれましたね。分かれた、はっきりと。その場のノリだがよく肩を組まれる。昔だと思ってるんですか。はい、いきます。せーの、なし。なし。なし。あー、もうなし。つら、この人。9つ目、会うたびにふざけた感じで彼氏できた笑いと聞いてくる。おお、せーの、なし。あり。あり。なし。あれ、これ気になる、めっちゃ聞きたい、なんでなのか。最後、はい、タバコを吸う男性がタバコを吸う人どう思うと聞いてくる。おお、せーの、あり。なし。あり。あり。あり。あー、ということで10個全部終わりました。はい、さあじゃあ順番に、はい、これ DM が1ヶ月続いているわ。そうか、田辺さんだけなしちゃったんか。これはありじゃん、1ヶ月もだよ、うん、私でもありであってほしいっていう願いもありますね、うんうんうん、なんかその例えば DM からの出会いとかってあるって言うじゃないですか、うん、はい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 、
だからなんかよく私インスタグラムとかも返信はしてないんですけど、うん、あのリクエストっていう部分で私が多分許可してない人からも DM が来てるコースがあるんですよ。そこも全部チェックして、うん、何かあれば実らそうと思ってるんですね何かあればね、はい、うん、まだそれは1個もないんですけど、うん、多分私今の状況で DM がじゃあ1個来てその人に返して、うん、それで1ヶ月続いたらちょっと脈ありって自分自身が思っちゃいそうだなと思って。俺やったらだって終わらすからですよね、うん、そうです。なかったら1ヶ月も続いてて会ってないってことですよね。ずっと DM だけやってて、だからこの人は、うん、もしかしたらいろんな人とやってる可能性がある。あ、相手が、はい、1ヶ月会ってないっていう分にも見えるんですね。そうなんです。続いてるのに会ってない。又吉さんぐらい読み解けるすごいね。なんかチラッと聞いたのは、最近の若い子 LINE じゃなくてインスタの DM でずっとやり取りしてるとか、はい、私も聞いたんですよ。インスタの DM から出会って結婚したっていう人も何組か知ってて、それで私最近本当インスタの投稿も始めててそれまで今まで放置してたんですけど、うん、投稿、はい、そうか、脈あるかないで言うたらありにはなるんじゃん、うん、可能性はあるという意味では、確かにみんなにやってたとしても、はいはいはい、脈はあるんちゃうとは思うよ。確かに続けさせないですもんね、わざわざ続けさせない、絶対興味ない人続けようと思わんもん。しかもなんか今ハートとか押せるやん、コメント自体、はい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 、だそれで終わらせれるやんか。確かにそれをちゃんと文字でこう続いてるって、うん、そうですね、100じゃないかもしれないけど、 あるはあるんじゃん。あるはあるんじゃん。じゃあ、ありということで、ありで決めていくんですね、結論、はい、決めていこう、うん、おはようお休みのラインはこれはもうありやんな、はいはい、彼彼ですよね、言わないもんだ。これだから、これを聞いてきた女の子の心境よね。もうほぼ確信してるけど、はい、最後ちょっとここでよ今一番楽しいんじゃないですかそうやな、もうこれ確定ちゃう、ほぼそうですよね、うん、多分私たちに背中を押してほしいんでしょうね、っていうことやと思う。いけ、ほんまや、あ、いけいけ、頑張れ、絶対いける。これはいけということ。いや、これ嬉しいですよね、2番は。3、インスタのストーリーに毎回コメントをくれる。これでは真ん中分かれたのかな。そうですね、私たちがなしですね、はい、だからストーリーへのコメントって、ストーリーこう見るとついちゃうじゃないですか、自分が見ましたよって。だから関係性によっては、あ、見ちゃったからコメントしなきゃっていう感じで、例えばじゃあ新山さんのストーリーが見たいと、はいはいはい、あ、新山さんこんなストーリー上げてるってなったら次の人に切り替わっちゃうんですよ、うん、あ、やばい、はるちゃんのも見ちゃった、うん、ってなったら、はるちゃんがちょっと先輩だったら、あ、ちょっとコメント入れとこうかなみたいな人も気遣い屋さんだったらいる気がするんですよね。私ストーリー更新すると毎回コメントくれるあの男性いるんですよ、リアルな友達、うん、でも全然その人私に好意持ってないから、その人思い出してなしにしちゃう。え、でもその人好きな可能性ほんまいない？いや、本当にないです。なんで？なんでわかるの？もうわかりますよ、だってもうその子超面食いだから。じゃあもう好きじゃん、うん、え、あ、じゃあ、えまさかの、まさかの、毎回くれんだよ。私全然ただの後輩だから何とも思ってない。え、え、相手が後輩？うん、あ、じゃあちょっと社交辞令の可能性。あ、そうか、そうか、ムサブランドか俺コメントでもそんなせえへんからさ、ストーリーとか特に。はい、私もしない。私も気になったやつしかしないです。そうやんな、はい、っていう方からしたら毎回コメントくれるってことが気になってるんちゃうかなとかも思う、はい、どういうストーリーかにもよりますよね。看板の方がよくいるあの暇とかストーリーにあげてもうコメントをくださいっていうストーリーの場合あるんですよ。それだったらやっぱりコメントくれる優しい人はいると思うんですけど、うん、田辺さんとカフェしてますって1日目あげて、うん、で2日目はるちゃんとカラオケ行ってますから、うん、全然違うストーリーをあげてて全然違うコメントを毎回くれてたら脈はあるのかもしれないし、ストーリーの種類にもよるってことね。はい、はい、逆に言うとさ、これ脈ありかなしかでちょっとどうなんやろうと思ってるってことはさ、まあ、この人のこと好きってことやんか、どっちかって。はいはい、はい、うん、やったらその人のストーリーに毎回コメントしたらいいよね。確かに。で、そっから DM をして DM を1ヶ月続けたらいい。確かに、ほんまやな。そっからお話を始める。ほんまや。おー、あー、いいよ、なにこれ、はい、物語物語後ろから読んでいってるみたいな。はい、だから毎回コメントしましょうということでいいかな。はい、ありとかなしとか分からへんけど、はい、コメント返してみたいな。はい、で DM に切り替えていったら、ね、はい、はい、ええー、な、ほんまや。じゃあ次4つ目、告白して振られたのにドライブや飲みに誘ってくる。私これなしというかやだやだ、私もそう、ほんとそう、やだ。なんでどういうつもりって。ちょっと上立っちゃってなったんです、相手が。だから俺もありかなしかで判断、はい、
やからありとは言ったけど、はい、ありはありやと思うね、どっちにしろその男の人からしたら、はい、そうなんです、ね、上からのありやだから、あそうみんなで遊ぶ時にいるのは分かりますよ、うん、そいつが誘ってくるのが分からないです、そのこっちの気持ちをどう思ってるんだって感じがしますね、君の気持ちには答えられないけど俺はずるいずるい、友達として好きだし遊びたい、出た友達として好きね、なんだよこっちが違うんだからそれ以上言っちゃったんだから、そうだよ、そこはもうあんたの気持ちは知らないよって感じですよね、なんか腹立ってきた、女の子の時間、うん、そうもったいない、でもこの子は好きだからその人のために時間使いたいって、その子をモテ遊んじゃってんの、うん、モテ遊ばれてもいいって思ってる、多分思ってる、本当ですかだってしょうがない、好きなんだもん、いや分かるよ、気持ちはその子のこと否定してないんですけど、時間がもったいないんですよ、そんな男に、でもその人との思い出たくさんできるよ、え？できないよ、その大したことじゃないよえ、だってずっともやもや、え、だって私のこと振ったくせになんでこうやってまた誘ってくるのって、このもやもやもや、この時間もったいない、もっと他の時間に使ってよ、そう、なんか、例えば本当に大切な友達だとして、相手からその子がで告白して、うん、彼女にはできないけど友達ではいたいっていう気持ちは、うん、その子のことが大切ってことじゃないですか、うん、そうやな、だったら一旦解放してあげてほしいんですよ、その、なるほどね、ある程度の期間、ほんまに、はい、大切なら、その気持ちがちゃんとなくなるまで、はい、友達に戻れるまで待ってあげてほしいというか、誘ったことありますか、告白して振った女の子とご飯とかドライブしたことあります、好きじゃないようにってことやんな、はい、彼女さんは絶対せんよ、それ俺は、ね、普通はね、だから分かったなしにしようねえ、うん、その子、この女の子のためになしって言おう、あれ結構その気持ちでした、そのなしは、はい、この子のためにありって言ってあげちゃうと、うんうん、私たちはその相手の男と同じなんですよ、うんうん、確かに、私たちが言ってあげないと、うん、そうだね、なしでなしやな、一旦次行こう、はい、運命だったらまた出会えるから、うん、そう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 、 OK、 じゃあなしなし、ほんと全部勘違いしてね、早とちりしてたらすいません、じゃあ5、いつも乗る電車で毎回目が合う、これこれ素敵、意外と全員みんな目合ったりです目合ったら目は、ね、目合うね、そういう経験ある、ないないですね、ないですね、電車学生さんなのかな、まあそうなんじゃん、ほんで他校でとかなんかな、じゃなくて一緒の学校やけど先輩なのか、クラス全然一緒な、電車以外では関わりがないんでしょうね、素敵なんか、毎回目が合う、それぞれ同じような場所にいつもいてあげてるって、うん、そうだよ ねで車両も大体もう決まってると思う、はい、いない日は風邪ひいたのかなとか心配したりしてなんかドラマみたい、もっと言うたらこの女の子ちょっと自分に自信あると思う、ね、ああ。なかなか思えんくない、いつも、はい、あれ俺のこと見てるとかさ、私のこと見てるってさ、はいはい、なかなか思わないやんか、ちょっとこの子な、俺自分に自信あるとかこれでもはっきりと知りたいじゃないですか、どうなんだろう、うん、勘違いなのかどうなのかって、うん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 、一回頑張ってちょっと一筋の涙を流してみるってどうですか、そんでいつも降りてない駅で降りるんですよ、追いかけてくるかどうか、はずいよ、追いかけてくる一人で一人で、はずいで、どうする、全然知らないおっさん来た、えぇ、ー、怖い大丈夫だって、そうか、それもそれの可能性もあるよな、なんかえどうするんですかって、この辺りタイ狙ってたのにフグ釣れる可能性もあるやんもちろん、俺もでもね、一回あったよ、昔、あ、電車じゃないねん、これ、はい、結構シチュエーションちゃうんやけど、はい、俺、昔郵便局のバイトやってたよ、はい、年末、はい、年賀状の、はい、その時だけ、あの、はい、高校生とかバイトしに来んねんけど、はい、それで、なんかめっちゃ、ええ感じの女の子って好きなタイプの、はい、で、読んでる本とかさ、俺が好きな本やったりすんねん、でも、もう全く学校もちゃうし、でも、なんとなくの地域は一緒やっていうだけでさ、はい、でもやっぱ何もできへんかったもんな、あどうしようと思って最後、ね、どっちかがおはようって言えばいいんじゃないですか、いや勇気り怖いよ、だってあっち見てなかったら、まあ見すぎてるから目合ってるっていう可能性もあるっちゃあるもんな、その、だしでもただ相手が嬉しいかどうかがまだ分かりはしないじゃないですか、うん、向こうもなんかあれすごい目が合うって怖がってる可能性もあるんですよ、うん、これいやでも俺は多分メイクありでいいと思うよ、ほぼほぼそうですよね、だって変えますもんね、怖かったら、今携帯でも何でもあるからさ、目線そらすこと全然できるやん、はい、例えば一緒の学校のちょっと遠くのクラスの子やったら、はい、ほんまに自分の名前伏せて朝目合う子とかおるみたいなの誰か友達自体に聞いてもらって、はいはい、そうですね、でも同じ学校だったらそれが一番自然でいいですよね、そうで別にないってなれば、あじゃあ勘違いだったんだって済むし、うん、まあそうやね、だから違う学校とかだった場合は
一旦もう相手が降りるところで一緒に降りてみたらいいんじゃないですか。びっくりするじゃないですか、うん、その相手も、うん、なんで、うん、あれいつもここじゃないのにってなって振り返ったら向こうも意識してるってことじゃないですか。その脈があるかどうかはっきりは分からないですけど、うん、とりあえず目が合うっていうのは勘違いじゃないというか、うん、目が合うで意識し合ってなかったら一緒に降りたとて何も思わないじゃないですか、うん、でも驚いてたらこっちのこと把握して、なるほどね、はい、もう驚いてたらそこで行く、でそのままもうバーって行ってもうたら、まあ、次の電車待ってまた乗ったらはい、っていうことか、はい、まあとりあえずありでえっか、はい、ありはありやと、絶対なしではない、はい、うん、とりあえずありで、はい、そもそもなこの脈ありかなしなんかどうでもええって俺ずっと言うてきてんこの YouTube 脈ありなしかあるけども、そんなん気にしちゃうとやっぱ行くことの方がやっぱ大事じゃん。確かに、やめます